お疲れ様です。パーソナリティのみかんです。今日も動画を見ていただきありがとうございます。さて、今回のテーマは、中国と日本の田舎の違いがヤバすぎる、をお送りします。さて、田舎というと、昔ながらの緑豊かな土地というイメージがあるかもしれませんが、今、中国では、日本の田舎は、100年未来にあるとして、尊敬の対象となっているようです。なぜ、中国人は、日本の田舎に驚くのでしょうか？まず、事実として、日本の田舎に足を運ぶ中国人が増えているという背景があります。彼らは、日本の農村の自然環境や伝統文化に触れることを目的に、積極的に来日しているというのです。中国国内では、日本の農村で学べば、その知識を中国の農村でも活用でき、復興する起爆剤にできる、と主張する人がいるのだそうです。日本の農村に訪れたことのある中国人は、日本の農村には、美しい自然環境と調和の取れた生活環境があり、清潔で秩序がある、まるで桃源郷のようなところだという印象を持っています。中国の農村が貧困や環境汚染で深刻なだけに、日本の農村を見た中国人たちは、日本の農村を大絶賛すると言います。しかし、日本の農村も、過疎化や環境汚染といった問題が残っている地域がたくさんあり、中国人が理想と感じるような場所ばかりではありません。実際、人口減少や過疎に苦しむ地域の生活を守るための対応はまだ十分ではありません。それでも、工夫をして苦境を乗り越えた地域があります。岐阜県飛騨市を流れている瀬戸川は、今でこそ疎水百選に選ばれるほどの水路になっていますが、日本が高度経済成長期だった頃は、排水による汚染がひどく、まさしく毒の川状態でした。そこで、当時の地元住民が、なんとか綺麗な川にしようと考え、考案したのが、高価な錦鯉を放流すること。高価な錦鯉を放流することで、地元住民の環境保全に対する意識も大きく変わるのではないか、ということで実行されたこの計画は見事に成功。住民全体に綺麗な瀬戸川にしようという意識が芽生え、努力をしたことで、この川は清流として蘇ったと言われています。また、現在観光で多くの旅行客が訪れる白川郷も同じ岐阜県ですが、こちらも伝統文化や自然環境を一つの資源と捉えて大切にしたことで世界文化遺産に登録されるまでになりました。このような本来の自然を取り戻す活動を中国でもできると考えた中国人は少なくないようですが、国民性の違いからか、日本と同じような結果は中国では出ていないように思われます。まあ、確かに中国では衛生観念が日本とは大きく乖離しているので、こればかりは模倣するのは難しそうですね。中国人は、日本の真似をして、日本の農村技術を取り入れようとしてもついていくことができずに中途半端に終わってしまうことが多いようです。最終的には何も残らず、むしろ、せっかくの自然が破壊されてしまうような結果となることも少なくありません。日本の農家の方々の住居を訪問した中国人が、その様子を収めた写真や話を中国人に紹介していますが、日本と中国の農村の違いに、中国の方々から様々な意見が寄せられていました。その一部をご紹介していきます。中国の反応。だって、日本の生活水準は中国よりも高いもん。それは俺たちも認めないといけない。日本は耕作地が少ないわけじゃん。だから農作物の値段が高い。自然農家も裕福になれるんだよ。そういう国の環境の違いもあると思う。日本の農村って景観とか道路とかとてつもなく綺麗だな。
なんだかんだで日本に追いつくには100年かかるようだ。しかし、日本は空が青々としているし、空気がきれいそうだな。清潔で、静かで、低エネルギーな社会。日本は本当に素晴らしい国だと思う。今はコロナの影響により日本への移動はありませんが、先の通り日本の農村に来る中国人は増えてきています。また中国人だけでなく他の国の人たちも農村を訪れる人が年々増えてきているようです。ここで日本の農村についてもう少し詳しく歴史や移り変わりなどについて見ていきましょう。日本は古来から農業に従事する人口が大半を占めている農業大国です。近代以降は農業を生業とする人が減ってきていますが、主食である米を作る田んぼのある風景は日本国内にたくさんあります。基本的に多くの農家は自分の農地の近くに住居を構えており、水田の近くに住んでいる人が多いように思います。学校、郵便局、上下水道といったインフラも、ほぼすべての農村で整備されています。作物は、地域によって取れるものは異なりますが、北海道では、ジャガイモなどを、平地で大規模に生産しています。関東地方では、栃木県や茨城県で農業が盛んですが、千葉県の房総エリアでは、温暖な気候を利用して、琵琶や落花生などの生産が有名です。日本で農耕が始まったのは、早くて紀元前300年頃からと言われています。その頃は、水を引きやすい河川沿いに、ほとんどの集落が作られました。江戸時代以降になると、用水の建設が進んだこともあり、河川沿い以外でも水田が広がっていきました。こうして美しい田園風景が出来上がっていったのです。岐阜県の白川郷エリアは昔ながらの日本の農村で三角の茅舟屋根の合掌造りが特徴となっています。その美しい景観は多くの人たちの協力によって保存されていますが、他にも徳島県三好市東曽谷などにも茅舟屋根の家は残っています。日本人の主食である米のほとんどは、5月に田植えを行い、9月に収穫されます。田植えの時期には、水を張った田んぼに植え付けられた苗、7月には、緑色の稲がぐんぐん伸びる様子、9月以降は、金色の稲穂を見ることができます。また、平らな土地ばかりではなく、斜面で稲作をすることもあります。こういった田んぼは棚田と呼ばれています。代表的な棚田は、長野県の福島新田や、愛知県の四ツ谷千枚田など、東海地方で多く見ることができます。関東では、千葉県鴨川市に、大山の棚田があります。現代になると、農業に携わる人たちの高齢化が進んでいるためか、耕作を休んでいる田んぼ、すなわち、休耕田が多く見られるようになってしまいました。山村地帯では過疎化が進んでいて、人口の 50% 以上を65歳以上が占める、いわゆる限界集落が増加しています。この地域では空き家が増えたり、医療や介護を受けることや生活必需品の入手が困難だったりといった様々な問題が出てきています。近年は、農業以外の仕事から収入を得る兼業農家が増えてきています。この数は農業従事者の 70% 以上を超えると言われています。兼業農家は一般企業に勤めながら週末に農業をするという人や、マンションなどの運営で収入を得ながら農業を営んでいる人もいます。他にも作物を作れない冬の時期だけ都市へ出稼ぎに行く人たちもいるようです。農業や漁業が衰退して、地方に住む人の人口が減る傾向にある現状を憂慮し、国は地域協力活動の支援に力を入れるようになってきています。その結果、地方への移住をする人や農業に興味を持つ人が若者を中心に増えてきています。日本の農村は、
公共交通機関が発達していない不便な場所であることが多く、移動手段の中心は車です。車で移動する人が利用しやすいように、地域ごとに道の駅と呼ばれるドライバー向けの休憩施設があり、そこでは大抵地方特有の名産物が販売されています。また、グリーンツーリズムといって、農家に宿泊し、様々な体験ができるというプログラムもあります。農村についてもっと知りたいという時は、積極的に利用してみるといいかもしれませんね。いかがでしたか？当チャンネルの感想ですが、中国は田舎だけでなく都会の景観も問題となっていますから、まずは衛生関連の教育を改めるところからではないでしょうか。あと、日本の田舎に訪れるのであれば、ゴミの管理をしっかりしてほしいですね。日本の美しい自然の風景は、一朝一夕でできるようなものではありません。技術云々よりも、まずはそこからですね。よかったら、皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは、最後まで見ていただき、ありがとうございました。